Argonauts! Someone worked hard to keep me alive. No weapons, just supplies. Need to keep moving. Someone saved me. Hit me back here. Maybe they have my sword. Someone was sharpening their blade. A warrior. Broken. But better than nothing. ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬほど目に。お目を出せ。少しならあるから。持って行って。言うなってな。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くっそ、かがんで。
ちん張ろう。どうする？こっち。待って。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は行くそばにおられたか。地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが坂井陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。って We did ten n i g もうよしてくれ。チンハルゴ。戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捉えて取り戻してやるよ。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。Oh!
この先に住んでる。いるか。まずいね。もうこれ見つかったんだ。見張っておれ。俺が調べよう。立ちさえあれば。家の中に隠したのかもね。どこかにあるはず。我が名は坂井陣。地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは坂井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、おじゆえ。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみよう。はい、おじ上。さあ、撃ってこい。わしに当ててみよう。よし、陣、撃ってこい。さあ、撃ってこい。わしに当ててみよう。よし、陣、撃ってこい。さあ、撃ってこい。陣、撃ってこい。よろしい。さように戦えれば仇をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその仇をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。坂井陣が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ、即撃で仕留めろ。攻撃で防御を崩し、素早く打ち込め。攻撃で敵をひるませ、即撃で仕留めろ。攻撃で防御を崩し素早く打ち込め。やめよ降参だ。加減しましたね。しておらん。立
ハチであったらわしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を着するでないと。撃てと申したか。無意に動いてはならん。諦めてはならん。お前ならできる。守りの構えだ。よく防いだな。良い構えだ。守りの構えから素早く動ける。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え痛みに耐えてみせよ。気力を振り絞れ。武士の魂を見せてみよう。よし、では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ている。打ち込まれたらすかさず防げ。覚えが早いぞ。上達しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。わしがついたら避けるのだ。よし、その息だ。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。敵に息つく暇を与えるでない。良い切り返しだ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が優劣を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ。腕を上げたな。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたかわかるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。I've not heard samurai.